活動は3、もうそれこそ地震があったのが3月11日で、私もその時に仙台にいたんですけども、まあ、その地震を体験してすぐに、まあ、次の、まあ、その日からですね、3月11日から動き始めました。そこで遺品を探そうというのが最初の目的ではなくて、漁師さんたちが側溝が埋まっているためにワカメの漁が始まった時にワカメでこう湯がいた水なんかを流した時に流れていかないんですね。でそれが溢れてしまうので、このボランティアが集まった時に側溝を上げてほしいというような依頼から始まったんですね。でその側溝を、上げているうちに、その中からやっぱり手つかずなんで、今2年も経ってもまだ誰も触ってない土なの でその中にはやっぱりそういったものがあるんではないのかということで、そういった思いを込めながらやりましょうというようなことをやったら、やっぱりですね、3月11日にこの思いがある人たちがみんなここに集まって、思いが一つになることによってやっぱり見つけられたというような形があるんで、なんかその不思議な感じがしますよね。何でもやるんですね。本当に困っている人がいたら助けたい、それだけなの でその中で本当に現地の人たちと漁師さんたちと今すごい信頼関係ができているので、今必要なこと、今こういうのが必要だと、自分でもできるけども人数いないと実際はこう難しいんだとか、そういったような話なんかもあるので、そういったところをどんどんクリアにしていきたいなと思っているのが一つと、お金もかからず気軽に観光気分でみんなでこの達成感を味わって楽しみながらやれるボランティアっていうのと、あとは気軽さっていうのをどんどん発信していきたいなと思っていて、はい、そういった感じで大体2ヶ月に1回は大きなボランティアのイベントを作って、みんなが気軽に参加できるような内容を作っておりますね。同じ100でも一人でたくさんのことをするよりも、たくさんの人の力で一つのことを一歩踏み出すっていうのはすごく本当にそうだなと思うから、ぜひ来てほしいなと、たくさんの人に来てほしいなと思ってます。やっぱり忘れないでいてくれる、こう来るっていうことは忘れていないっていうことなので、そのことがすごい嬉しいと言っていただいて、特に何ができてるわけでもないんですけども、やっぱりそういう言葉をこちらもいただけるだけで元気も出ますし、こちらの方もその来てるっていうことにやっぱり喜びを感じてくれたりする、その小さなことでもいいのでできることってたくさんあると思うので、やっぱり一度この現状を見たり地域の人に触れ合ったりっていうことをすごくしてほしいと思います。